楊古城は中華民国の軍人、長学領と共に西安事件を主導した。名は忠義。豪は当初古心であったが、後に古城と改めた。一般に豪で知られる。1893年に陝西省に生まれた。1924年に孫文の紹介で中国国民党に入党し、陝西省での党活動に携わり。 第一次国境合作が解消した1927年には中国共産党にも入党申請していた。1929年からは南京国民政府を率いる反共主義者の小解析に従い、1930年には先生省政府主席と西北水税公所主任に就任し、中国西北部の軍閥の中心人物となり、その指揮する国民革命軍の 第17祖地軍は、西北軍、小西北軍と呼ばれた。しかし、洋古城は、蒋介石の方針である、案内場外に疑問を有し、1935年末に発生した12.9運動では、運動に参加した学生側に理解を示し、反響より抗日を重視する、長学寮と接近していった。1936年、蒋介石に対して、 長学寮と共にクーデターを結行し、国民党と共産党の間の国境内戦を収集させた。この後、洋古城は一時的に国外へ逃れる。1937年に日中戦争が勃発すると、12月に抗日休国のため帰国した。しかし、妻らと共に小解析の指示で大流に捕らえられた。12年間各地で監禁され、 妻は虐待の果てに1947年に病死した。陽子城は監禁中に生まれた娘らとともに政治犯収容のためにアメリカと国民党政府が設置した重慶の白交換監獄に移送された。そして重慶陥落前の9月6日に蒋介石の命令で本人、幼い娘、秘書ら6人すべて残殺され埋められた。 重慶を解放した中国人民解放軍第二野戦軍によって遺体が発見され、葬儀が行われ、中華人民共和国戦政省西安市長安区の楊古城将軍烈士両園内に葬られ、中国共産党からは英雄と評価されることとなった。2005年、台湾の政治家である連戦が中華人民共和国を訪問した際、楊古城の子孫が連戦に書簡を送り、 用古城のためにも、両党の関係改善を進めるべきと訴えている。ありがとうございます。